ゲームズ山田です。始まりましたね、ピカチュウパーティー電気ネズミ祭りでございます。以前クリスマスの時にピカチュウがいっぱい出てくる、さらに帽子のサンタピカが出ると、いうデータあったんですけれども、まあこれに近い内容なんじゃないかなと僕はちょっと予想したわけですよ。ということで、前回がどこのソースにいてもピカチュウがそもそも出やすくなってたんですね。なので今回もそうなんじゃないかなと思って、まあ僕は金賞に来たわけですよ。そしたらね、失敗した。これがね、今の金賞駅前の状況なんですけど、ついてね、もうすでに僕何十分か経ってるんですけど、あ、ピカチュウ出ないね。もしかして今回ピカチュウの出現率そんな上がってないのみたいな。そしたら多分上がってないって言ってたんですよ。やっちゃったね、完全にやっちゃいましたこれ、はい。とりあえずまあ分かったことを、まあ、動画で紹介しようと思います。まず、今回のピカチュウパーティーなんですけど、前回のクリスマスイベントのように、その全国的に、まあ、世界的にピカチュウの出現率が上がっているわけでは、どうやらなさそうですね。なのでピカチュウパーティーの恩恵を受けたいならば巣に行きましょうと、いう感じです。これね、僕前の動画でピカチュウパーティーが始まるよという動画で、雷中厳選かをここでやっとこうねみたいな話をしたんですけど、前回と同じならば、雷中厳選しやすいですねみたいな、そういう風に思ってましたが、はい、確率上がっておりませんので、ピカチュウ雷中厳選は、そんなに効率的ではないと。オタチとかイトマンとかばっかですよ。はあ、そう、もういっぱいいるからいいんだけどさ、そういうのは。はあ、今記事チームがピカチュウの巣情報ですよね、これを少しまとめてました。東京が見つかってないから僕はとても死活問題ですね。これは神奈川行くしかねえかな。ついでに言うとね、花粉症で鼻が詰まっちゃって本当に辛いっていうのと、あと寒すぎて指が辛いっていうので、はい、どうしようかな。まあいっか、はい。ということで、ソースが多くてかつ、モジュールも高れがちでポケモンがじゃんじゃん湧く金賞で、ピカチュウパーティーは果たして普通のソースでも恩恵があるのか、検証しましたがありません。まあ、ちょっと検証時間がね、言うてめっちゃ数時間取ってるわけじゃないし、1箇所だけなので、必ずそうだとは、言えないんですけれども、まあ恩恵が少ない、確率は別に上がってないという可能性が非常に高いです。ということで皆様、ピカチュウの巣に行ってください。で、帽子ピカチュウですねは、別に、性能がすごくいいってわけでも何でもないので、まあ、記念用に取っておくっていうのが、まあ、いいんじゃないでしょうか。あ、ただ街中にも一応出るので、見つけたら、ラッキーと思ってゲットしてください。それじゃあ、駐車するか。